中山正俊4月6日から1987年4月15日は昭和時代の空手屋山口県出身日本空手協会設立者初代主席師範昇東官流空手道の中高の祖日本空手協会主席師範で9段死後10段を授与された1913年4月13日 山口県で生まれたが先祖は長野県出身で剣術師、佐田家の家臣で後の新州松代藩で先祖代々剣術師団を務めていた家柄。祖,祖父の中山兵衛門は神道無念流の剣術家として知られ、中山の祖父は東京で下界を開業し家族の中で最後に剣術を教えていた。中山の父親は軍医で柔道家の中山直道。 父親は台北に配属されたので形成期の時期はそこで過ごした。学業のほかに剣道、スキー、水泳、テニス、トラックランニングに参加した。1932年、空手を学びたい気概があったために父親の意思に背いて拓殖大学に入学。中国語を学び、船越義ッチンとその息子である吉高のもとで空手を学び始めた。彼は、 当初、剣道のトレーニングを続けるつもりであったが、スケジュールを誤解して、代わりに、空手のトレーニングにたどり着く。中山は1937年に拓殖大学を卒業。同じ年、彼は日本の中国占領中に、軍事通訳として中国を旅した。第二次世界大戦が始まる頃には、中山は二段に達していた。1937年、 北京大東学者留学生として中国へ渡る。終戦後の1946年5月に日本に帰国した。1948年、日本空手協会を任意団体として設立。1949年5月、中山、小畑伊佐を呼びたの同僚らで日本空手協会の設立を支援。船越が正式な組織長で、中山が主任講師に任命された。 1951年までに中山は3段に昇格し、1955年までに5段の地位にあった。1956年、岡崎照之と協力して、伝統的な空手と現代のスポーツ科学で開発された方法の両方に従うように、小等間空手トレーニングプログラムを再構築した。パッド・ゼレフスキーによれば、1961年に、 中山は八段に昇格したがこれは当時の日本の高段段昇格のコンセンサスベースのシステムによって部分的に可能になったという驚くべき進歩であったという。またトーナメントの分野として形稽古と組手を確立し大規模なジャカ道場の学徒は1950年代と1960年代に比類のない一連のトーナメントで成功を収めていった。一方で 中山は、小党官から手を世界に広めることに尽力したことで、広く知られており、他の上級インストラクターとともに、ジャカインストラクター研修プログラムを編成した。この、プログラムの卒業生の多くは、新しい小党官サブグループを形成し、会員を増やすために、世界中に派遣された。中山はまた、拓殖大学の体育学科に所属し、1952年に、 始まり、最終的にはその学科の学長に就任した。さらに彼はまた大学のスキーチームの顧問を務めていた。1958年、日本空手協会の主席師範に就任。1972年、中山は学生の一人である金沢博和の助けを借りて、アパートの地下に個人道場を設置し、法一丸と名付けた。この道場は、エビス、東京。 ジャカ本部道場が配置された場所からの短い距離に位置している。海外の空手の学生たちは、寮の部屋に住み、1970年代初頭から、この道場で訓練を受けた。1950年代の階級の急速な昇進の後、中山は1974年時点でまだ8段の段位を保持していた。1980年代に9段に昇格し、 生涯でこの階級を授与された最初の小党館の名人となった。1987年4月15日、74歳で死去。中山は死去するまで小党館空手を教え続けた。中山は11巻のベスト空手シリーズなど空手に関する本を数多く執筆している。彼はまた多くのビデオ作品を多くリリースしている。中山の主なもので、 実用空手、みんなの自衛の手引き。実用空手、非武装の加害者に対する防御。最高の空手、総合、及びダイナミック空手。武道学者のドン・ドレーゲルは、中山の著名な協著者の一人である。1987年に、中山が亡くなった後、ジャカは二つの派閥に分かれ、その後組織内で、さらに細分化が生じた。国際小党間空手道連盟。 日本、空手商等会、日本商等館空手協会、国際商等館空手道連盟空手協会、アメリカと空手の同世界連盟など、ジャカの上級指導者の多くが自分たちの協会を結成した。ありがとうございます。